はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。こんにちは。はい、今日はですね、ちょっとツイッターの方でもね、思わずね、速報って書いてね、つぶやいたんですけどね、ちょっとね、びっくりすることが起こったんでね、まあびっくりすることでもちょっとね、嬉しいことです、はい、が起こったんでね、ちょっとそれの紹介をしたいなと思います。はい、それではスタートします。はい、亀の子さんの身に一体何が起きたのか、まあちょっとね、順を追って紹介したいなと思います。はい、まずはね、ちょっとこれを出します。じゃーん。はい、タグ文具祭り、はい、起こしやすタグ文具祭り、なんか来てみて触れて買えるっていうね、こういうイベントなんですよね。はい、これがね、まあ2019年のね、11月8日と9日、まあ、2日間にわたってね、まあ朝から晩までぐらいですね、まあ、開催されてるね、イベントなんですけど、はい、これにね、参加した時のね、ちょっと事件、まあの時の、まあ嬉しかったことなんですよね。はい、まあこのね、感想とかね、レポートとかね、そういうのはね、ちょっとまたね、後でちょっと別動画でね、まあ写真とか、まあ戦利品とかね、なんかそういうのを交えながらも語りまくろうかなって思ったりもしてるんですけど、はい、このイベント、はい、まあ楽しかったんですけど、このイベントに参加した時にね、ちょっとびっくりすることが起きたんですよね。はい、もうちょっとだけね、この、文具祭りもうちょい軽く紹介しますね。はい、まあ、都メッセってね、いう京都のね、まあ、結構大阪でいうインテックス大阪、関東の方でいう、あれですね、ビッグサイトまではいかないかな、ぐらいですけど、まあ、まあ、それぐらいね、展示即売会とかはね、結構行われるこの場所があるんですよ。はい、まあね、そこのところでね、まあ、年1回ね、このタグ文具、タグさんっていうね、このタグ文具やったかな、はい、というね、武田事務機さんがね、運営されてる文房具店があるんですよね。まあ、京都中心にある、まあ、ちょっと大きい文房具店なんですけど、そこのね、お祭りがね、まあ、年に1回ね、この11月のこの8、9とかね、9、10あたりにある形なんですよ。はい、でね、まあ、結構ね、楽しいね、ワークショップもされてるんですよ。はい、まあ、これがもう一個の資料なんですけど、はい。まあね、文房具関連のね、著名人、文具王の方、高畑さん、はい、この方すごい方なんですよね。まあ、YouTube とかでも文房具とかね、深い考察とかされてたり、出してるだけでなくてね、まあ、全国を行脚しながら文房具のね、布教とかね、なんかそういう風なに努めておられるすごい方です。はい、でね、佐藤博士さんっていうね、絵本をね、書いてある方とか、まあ、生真面目姫と文房具王子、まあ、この動画らでも紹介した文房具漫画を描かれてる先生の、まあ、トークショーとかね、まあ、そういうのとかが、まあ、いろいろ行われたね、まあ、イベント、あ、バックス画材さんも出てますね。まあ、京都のね、素敵なね、文房具とかの画材屋さんとかになります。はい、というね、こういうね、まあ、イベントもあったり、このワーク、はい、このワークショップみたいなのもあるんですよね。はい、まあ、こういうイベントですよ。はい、これが都メッセで行われてそれに行ってきたと。はい、でね、会場のね、見取り図がこんなになるんですよね。はい、まあ、当日ね、この入り口のところでね、まあ、これツイッターに上げてたんですけどね、もう亀の子さんが穴が開いたね、ポップのところで文房具になりきってパシャパシャ撮ってまして、そこから入っていって、でここのところにね、いろんなね、メーカーさんがね、来られてたんですよね。ブースを開いて、ちょっとね、ワークショップとも合体したようなとこもあったりしたんですけど、はい、ここで新製品とかを楽しんだりね、メーカーの人と話したり、まあ、商品を買いながらくるくる回ってって、はい、この辺にね、ワークショップもね、なんかいろいろありました。はい、で、まあ、メインステージの方でトークショーとかを聞いたりとかして、で、まあ、最後なんかこの辺とかでね、ちょこちょこって買い物して、はい、ここのところでね、レジがあったんですよね、この灰色のところ。はい、でちょっと疲れたわっていう方はね、ここ休憩コーナーで休憩されてたんですけど、はい、ここのね、ここの部分ですよ。はい、ここでね、まあね、アンケートのね、なんか仕事やってたり、ここのところでね、はい、これ抽選って書いてあるんですよね。はい、で、まあ、ここで抽選をやって、ほんで出るっていうことなんですけど、はい、このね、この抽選、はい、ここでね、
びっくりすることが起きたんですよね。はい。何が起きたかと言いますと、二等賞、当選しました！やったー！はい、ちょっとね、ごめんなさいね、もう取り乱してしまって、もう喜んだんですけど、はい、そうなんですよね、抽選でね、2等賞が当たったんですよね、もうありがとうございます。はい、もう全然ね、当たる気なかったんですよね、はい、もうね、トークショーもね、結構ね、3時頃かぐらいまで長引いてね、そこから、あ、そういえば、レジ行ってなかったわ、まだ思ってね、トークショー聞いた後、なんかまだちょこちょこちょこって見て、あ、じゃあ、そうそう、レジ、行って帰ろっかな、思って、まあ、レジ行ったら、一回抽選引けますよ、みたいな形で言われまして、ああ、OK、みたいな形で、ここのね、抽選のとこに並んだんですよね。でね、この辺をね、朝から来てね、ガーって回ってる時にも、カランカランとか、何回かなったりしてたんですよ。で、結構ここもね、レジも混んでたり、この抽選も並んでたんで、もうね、最後の方自分行ったんで、もうこんなん、なんもないやろ思いながら、まあ、行ったんもまずあるんですよね。で、まあ、案の定、並んでたら、壁とかにね、リストみたいなのがちょっとよく見てなかったんですけど、なんかいろいろ書いてあって、特賞はもうね、出来てました。で、2等に関しても何ぼか斜線が引いてあって、まあ他もね、何ぼか多分出てたんや思うんですけど、結構ね、商品がなんかいろいろバーって付けの、長付けの上に置いてあったんですけど、もう結構ね、スカスカみたいな形だったんですよね。で、前の人が自分2人ほどいて、ガランって引いたら、ああ、白。はい、その次にも、ああ、白みたいな形だったんで、あ、もうこれさすがに何もないよな、思う形で、もう、まあ、なぜ、今日楽しかったし、まあ、一回、まあ、抽選の後引いてやろうか、みたいな形で、軽いノリで、ガラ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 って、ま、回してって、ポドンって落ちたのが、そうなんですよね。なんか、銀色のやつが出たんですよね。ああ、なんかパチンコ玉みたいなのが出、おめでとうございます！みたいな感じで、パチ、銀色のやつ出たやんみたいな形、ええー、みたいな形で、もう、みたいな形で 当選しちゃったよ、みたいなね、もう、いやー、びっくりしたな。はい、もうなんか久々ですよ、こんなん抽選ガラガラして当たるの。しかも、こんな2等って当たったん、人生で何回ぐらいかな、なんかあんま数えるぐらいしかないような気がするんですけど、はい、当たったんですよね。でね、1個はね、あれでした。ターナーさんっていうね、ここ有名なメーカーなんですけど、絵の具とかね、画材とかをね、中心に扱ってるメーカーさんで、そこのちょっと大きめのチューブのね、絵の具セットみたいなのがね、ありました。で、あともう1個ね、これとこれみたいな形で、どっちか選んでくださいいうやつがありまして、自分その絵の具じゃない方を選んだ形なんですよね。はい、じゃあね、そのやつを登場しましょう。何が一体亀の子さん2等で当てたのか、こちらになります。ドーン。結構な重量でしっかりしてます。はい、箱もね、ちょっともう大きくてね、もう 大きくて、もうちょっとはみっちゃうぐらいのあれなんですけどね、これ。はい、ちょっとね、まあ軽くぐるっと回すと、なんか、はい、こんな、なんかね、箱に入ったやつなんですよね。はい、あ、ここになんか書いてあるかな。はい、なんか書いてあって、まあこんなやつなんですよね。白くて、なんかね、ちょっとかっこええね、こういうなんかロゴが入ったやつです。はい、アルストレインって書いてあるんですよね。はい、なんかね、デザインチックでかっこいい箱ですよね、これ。はい、まあね、これがね、あとね、ちょっとね、これ自分意外やったんがね、これね、ちょっとね、重かった。 もうイベントでね、ああ、嬉しい、やったー、みたいな形で、持って、これ、ごっつかったんでね、ちょっと、カバン、リュック入らなかったんですけど、手に持ってたら、これね、地味にね、1点何キロぐらいあるんかな。で、結構ね、帰りの電車も混んでて、重かったんですよね、これ。
はい、でもねこれね開けたらねむちゃくちゃしっかりしたやつだったんですよね。またこれねちょっとねあの箱の中に戻してるんですけど、ちょっとはい開けていきますねこれ。はい、あその前にねこれなんかこれデスクトップかと思ったね。これデスコーガナイザーって書いてあるやつの450っていうやつになります。でブラックのあとなんかね黒い四角ってあるんですけど、まあこれデザインかな。はい、なんかちょっとデザイン的ななんかやつになります。でねこれね開けていきます。はい、はい、じゃあちょっとね箱から取り出したんでねちょっと出します。はい、箱の中身はね、はい、箱の中身はねこんな感じのね、ちょっとこれねあのなんか説明書みたいなのがこうやって入ってました。はい、こんな感じのねアルミがこのねなんか波みたいなねこのはいなんかこういう風にね削ってあるようなこういう素敵なやつやったんですよね。あ、もう一個なんかあるかこれ。はい、もう一個なんかこういうのがあります。はいはい、これな中をちょっとこれ照らしますね。はい、なんかねこんな感じでねなんか仕切り的なこの箱みたいなのがこうやって入ってるんですよね。はい、後ろはねなんかこういうなんかちょっとスポンジ的なやつで、これ滑り止めみたいになってるかな。はい、こういうねデザインがねこれ素敵なねこれデスクトップオーガナイザーみたいなになるんですよね。はい、でねこのね箱の部分がねこうやってね、はい、こうやってスライドするんですよね。これはい、これ2の位置でこうやってスライドします。なんかカチッとなんかあのカッカッカってなんかカッカッカって動いていく感じではなく、あの自由にこういう風に動くようになってます。はい、じゃあねこれちょっとね中見ていきましょうか。はい、ちょっと電気の方も消しますねこれ。はい、はい、こっちから行こうか。はいはい、こういう風になんか折ってありまして、はい、デスクトップの新定番。はい、デスクがまあ乱雑になるとまあ仕事の効率も下がるものかといって、いちいち机の引き出しにしまうのも面倒、そんな悩みを解消してくれるスマートかつ大胆なデスクトップの収納システムが誕生しましたという感じでね。はい、机の上のねものをしまうもいいですけどね、こういう風にねあえてねこうやってちら見せするみたいなね、こういうそんでスコスコ刺すというね、いやーこれかっこいいですよねこれ。はいはい、なんかねこういう風に使うやつみたいですねこれ。はいはい、そんでこういう風に、あ、これ箱取り出せるんですねこれ。はい、取り出してインナーボックスは上下の向きを変えることによって、はい、なんか、あ、深くしたり浅くしたりできる。あ、上下の向きを変えること、あ、この箱をこれあのひっくり返すと浅くなったり深くなったりすることなんですねこれ。はい、でマルチトレー、なんかこの幅が広いやつもあるみたいです。はい、でも自分はちょっとねあの幅が細いやつがこれ当たりました。はい、で後ろはこれ、はい、北陸アルミニウム株式会社さんが出されてるやつです。はい、富山県のなんかところが出してるやつみたいですね。はい、高岡市って書いてありますね。はい、というねこういうかっこいいやつなんですよね。こっち側にはまあ、あ、まあ取扱説明書的なのと、あ、これがインナーボックスを裏返すと、インナーボックスを裏返すと2種類の、まあ、深さで使うことができます。あ、やっぱりこれあのひっくり返せる形ですね。はい、ということはこれですね。ちょっと分かるでしょう。あ、今これちょっとこれ今深いやつですね。深いやつがこれをひっくり返すと、はい、これ浅くなってます。はい、あ、浅いと深いを使い分ける。え、じゃあこれ浅くしたこういうこと、
はい、なんか浅くしたり深くしたり、浅くしたり深くしたり、はい、あ、深くして浅くするのができるという、いやこれ素晴らしいですね。はい、いや深いと浅いが使い分けられて、ちょっとこれあれだな、なんかシールが貼ってある、よしと、ちょっと動かないようにシールが初め貼ってましたけど、はい、これがこうやって動くと、はいはい、これが動いてなんか幅の広いもんまで入れられる形ですね。いやこれナイスアイディアですね。いや素晴らしい。でこのアルミ素材、これすごいですね。これはい、あのマックのね、あの銀色のやつとかのなんかね、ちょっと一つ前のやつですけど、なんかノートパソコンとかね持ってたらそういう非常に合うんちゃうかなみたいなやつですね。はい、というね、こういうね素敵なデスクトップをオーガナイザー、これ当たったんですけど、あの自分これにねちょっとぴったりそうなねペンとかね、なんかコンセプトがぴったりかなみたいな商品があるんで、ちょっとそれもね紹介したいなと思います。はい、こちらになります。これねもう廃盤になってるんかな、ちょっとね昔に出たやつなんですけど、はい、このねメタフィスっていうこういうねやつがあるんですよね。はい、さっきねあの初めに出したねあの白い箱になんかデザインチックなロゴが入ったりしてたんですけど、これもねなんかそういうやつなんですよね。はい、グッドデザイン賞も取ってるやつなんですけど、はい、なんかこの辺もね結構かっこいいこの白い箱に入ってるんですよね。はい、でねこの中のねこの箱もねなんかかっこいいんですよ、これ。はいはい、これメタフィスっていうねなんかちょっと書いてありまして、はい、でね、まあここのところがねこういうなんかお箸箱みたいな形でポンってこうやって開くようになってるんですけど、はい、ここのところにね、まあ、ペンがどんなのが入ってたかと言いますと、はい、こんなんが入ってたんですよね。はい、これですよ。はい、メタフィスっていうねこういう、はい、こういうペンがね昔あったんですよね。はい、ここのねクリップとねこれノックする部分がねなんかこういうね金属の一本の棒みたいになった感じなんですよね。まあ、ちょっとね指には押すときは優しくないかもなんですけど、このデザイン性、この卓一されたデザイン性ですね。でこのシャレオツなデザインの入れ方、はい、これ素晴らしい。これね2ミリ芯なんですよね。はい、2ミリ芯の中でもねあのかなりトップクラスにかっこいいねこういうアルミチックのやつ。はい、これね他にもね白とかね黒とかオレンジも出てたかな、がいろいろ出てたんですよね。はい、まあ自分ねこれのねまああのもう一個あのこういうのも持ってるんですよね。はい、メタフィスのこの43010になるのかな、さっきのやつ何かな、これ43020ですね。はい、これが43010になってます。まあこの意味はちょっと分かんないですけど、はい、まあねこれねあの先っぽがねくるくる回せるスリーウェイペンになってるんですけど、はい、これがねびっくりなのがあの、はい、まあこういう風に3つのモードであのぐるぐる回すとずっと変わるんですけど、はい、これがねまあねあのシャーペンですわ。はい、シャーペンになってるんですけど、はい、これがねもう1段階くるって回すと、はい、これボールペンです。はい、まあシャーペンボールペン、これはねそんなにねあれかは思うんですけど、この次ですよ、これ回したらこんなんが出てくるんですよね。これ、はい、これ何かと言いますとね、これ消しゴムになってるんですよね、なんと。はい、もう世にも珍しい、あのこれモード切り替えで消しゴムがねすって出てくるっていう、あの後ろがね消しゴムのやつとかよう見るんですけど、はい、回すと消しゴムが出てくるっていうねこういうちょっと特殊なねやつなんですよね。はい、でさらにねこのペンのねびっくりなところがね、これ出してるメーカーさんやったんですよね。はい、それがねあのこれねここのところにね見たら書いてあるんですけど、はい、そうなんですよ。はい、笛木のり工業株式会社なんですよね。はい、笛木のりですよ。あのこれですよ、これ。はいはい、この笛木くんですよ、これ。はい、あのまあねあの文房具ファンやない方もね、あの保育園とか幼稚園の頃らにね、あこれ懐かしいいう形であの見た方いる思います。
はい、ちょっと関東の方はね、あの大和乗り系なんでちょっと分かんないんですけど、はい、関西の人だと、あ、これ見たことあるっていうね、この黄色いこの貝らしい、貝らしいんかな、分からんけど、まあ、このマスコット、はい、笛木くんですよ。はい、これ出してる笛木くんがこういうの出してたんですよね。はい、これがねちょっと驚きいう形なんですけどね、はい、ご覧ください、この白い箱にさらにこの黒にこの銀色のやつ、もうまさにね、もうこのコンセプトぴったりやし、もうむちゃくちゃ合わせたいなみたいにね、あの中見た時思ったやつなんですよね。はい、見てくださいよ、この神話性いうかね、このあれかっこええですよね、これもやったー、もうなんやろう、なんかもうこの置いてあるこれだけでも絵になりそうですよね、これこれこれ表に向けようかな、これなんかこれもかっこよかったから、これはい、お、なんか、お、なんか画面がかっこよくなりましたね、これはい、お、なんかかっこよくなりましたね、これはい、はい、まあこういう形でね、なんかね、いろいろね、あの個人的にね持ってるペンともねこれ合いますし、これねぜひね、あのですあの机の上とかにねこうやってあのポンって置いてたらね、これすこすこねこうやって立てたらね、あ、これいいなんか夏になりそうだなこれという感じでね、個人的にねこれちょっとね、あのむちゃくちゃ嬉しかったです。いや、これありがとうございます、行ってよかったなこれ。はい、まあね、これね、あのまあ自分はねこれ偶然ね、あの当たって嬉しいんですけど、あのもしねこれ気になる方、まだねちょっとねネットで軽く検索したとこやと、まだね置いてるとこには置いてるみたいです。はい、もうねなんかただ在庫切れみたいになってたんで、今も継続して生産してるかとなるとちょっと分かんないですというやつなんですけどね、このアルストレインっていうやつ、はい、あの北陸アルミニウム株式会社さんっていうところがね出されてるやつになります。はい、まあねこれねすごいね見てくれて気に入ったよっていう方はね、ぜひあの手に入れたらいいかなと思います。はい、ということでね、まあこの動画が良かったなって思う方はグッドボタンをでね、チャンネル登録の方とか、まあ関連動画の方、あのいろいろ見ていただくと嬉しいなと思います。はい、ということで、まあちょっとねこれ早速ね飾りたかったんでね、あのまあね、あ、本当は写真紹介と一緒にあのバーっていろいろやりたかったんですけど、もう取り急ぎちょっと紹介しました。やったー、ということでね、じゃあ今から片付けしようね。はい、ということでありがとうございました。バイバーイ。